にはアサヒペンタックス、背中にはかわいいギター。獰猛なやつとも仲良くしよう。時にはまた人目を忍んでぐっと風流に行きたいものだ。言葉が通じなくても朝ペンがあれば心が通う。人の心と心を結ぶアサヒペンタックス。優しい言葉よりも親しげな笑顔よりも旅で役に立つのはアサヒペンタックス。おはようもこんにちはもままならぬ異国の空とは言いながら、笑顔ばかりが集まって笑顔ばかりが友になる。自由を求める一人旅は風と白い雲を道連れにひた走る。礼の姉ちゃんこっち来い来い来い。呼んで帰らぬことだもの、あれもこれもしっかりとペンタックスに収めよう。言葉を超えて人の心と心を結ぶ信頼の目印、アサヒペンタックス。